の皆さんとかオンラインサロンの皆さん、結構来てくれたりしますね。あとはまあ基本カードゲーム、マジック・ザ・ギャザリングが好きな人がよくいらっしゃいます。なるほど、はい、もう撮ってるんですね。すごい。そうなんです。ちなみにこれは何のチャンネルなんですか？ FC チャンネル。 FC チャンネルなの？フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。え、なんでフランチャイズチャンネルこれ出すの？例のロケ。ああ、あれ例のロケ。トランピーさんも面白い企画やってる。これ、はい、あ、なんかで見たことあるの。なんかサイコロ振って11だとクリュック1万円で飲めるの？一振り1万円で、ゾロ目でベレーポックで、不揃いでもブーブーが出るの？はい、都内最安なんじゃないかなっていう、これはもう期待値ですね。やりたいけど、心が痛むよね。まあまあ、そうですね。ゾロ目出ちゃったら、ねえ。実際ね、この間、トラファミの皆さんがいらっしゃった時に、2回やって、2回ともゾロ目でベレーポック1万円でお出しさせていただきました。原価割れ。そうですよね。これ面白いですよ。違うのもあるんですよ。違うバージョン。後ろに。これ、ランダムドリンク。そう、ランダムドリンク。ほう。500円で振って11だとマッカランの12以内が飲めると。ほう、なるほどね。あ、でも500円以下のやつがないんだ。あ、ちょっと一回こっちから行きましょうか。大当たりは11のね、マッカランの12年を出そうとしてて、一番ハズレなんだろうな。まあけどこのゾロ目系当たりっすね。何これ、エメラルドとかルビーとかって、サファイアとか。これカードゲームのちょっと色にちなんだ、はい、オリジナルカクテルだと思います。はい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 。さあ、まとめて出してみましょう。いきます。64、トム・コリンズ。トム・コリンズです。おめでとうございます。ありがとうございます。店長、トム・コリンズって何ですか？トム・コリンズはオレンジジュースとジンかな。ジン、オレンジジュースとジンだと。僕のおごりでやりますか？いいですか？マッカラン出していいですか？撮影企画費で落としますから。ちなみに曲がりでバナナ置いてるんですけど、うちに置かしてもらってるんですけど、曲がりでバナナの正規メニュープラス、うちではアルコールトッピングも2種類、ラムとかチョコリキュールとかあります。かなり出ます。ちなみにすごい、それも飲みたい。はい、マッカラン。おっ、14、レゲエパンチ。俺っぽい。そうっすね。今日のテーマはさ、トランピーさんから発表を正式にしてもらって、今日の動画のテーマはアボカドジュース大深海。大深海。嫌そう、絶対嫌そう。アボカドってさ、僕が好きな食べ方の刺身とかで醤油つけて食べたりとかね。はいはいはい。あれ美味しいと思うよ。だけどシェイクってことは、なんか砂糖とか入ったりとか、甘味は入ってますね。はい、バニラアイス。いやー、アボカドシェイク飲みたい視聴者の皆さん。いやー、美味しくてね、美容にもいいですよね。前バナナの甘くないって言ってたじゃないですか。アボカド甘いです。バナナより甘いです。バナナの方が甘いでしょ、そんな。あんなことないでしょ。これ本当に今日何の撮影かなと思って、出来上がってたらちょっとあれだかもね、リスケお願いしてたけど、フランチャイズチャンネル前で、トモハッピーが自信のある曲がり商品があるって言って、なんでしょうって問題出しましたよね。そうそうそう。それで、アボカドシェイクが答えだったっていう過去の回、こちらの回ですね。その回の僕に飲んでもらおうとかね。そうです。で、それ量飲んで、良いってなったら、曲がりでアボカドシェイク生まれちゃうの？生まれちゃいます。もう僕ら的には、もうこれ商品化していいっていうレベルなんで、あと林さんのゴー出たら、いや、僕は目先の加盟金とかには食らわないんで。え、でも違う、そんないきなり大々的になるんじゃないですか。オプションメニューみたいな。僕が美味しいって言われる加盟開発が進まないので、ここで出して、評判良かったら飲食店。ほら、じゃあまずはここ。じゃあまず自分の店舗を売り上げ上げようと思って。そう、まず飲みに行って。確かにそれでここの売り上げがめちゃくちゃ上がったら、それは他のところに曲がり手ってね、やってもいいしね。それはある意味さ、このさ、なんていうの、青汁みたいな、まずい、もう一杯って言った方がなんかみんな気になるんじゃないの？いや、まずい、青汁っぽくないんですよね。そもそもなんかスイーツだって、アボカドシェイクでしょ。しかもお腹いっぱいになりそうじゃん。それは否定しない。これはアボカドシェイク作られたんですか、今？いや、作られてます。最近アボカドジュース専門店ができたんですよ。いえ、吉祥寺。吉祥寺、そんなイケてる場所にできたんですか？だからこれちょっと見かじめの一歩じゃないかっていう。風には言われてます。まず森のミルクですからね、もうスイーツと合う感じしかしないですよね。ミルクですからね。なんかおかしいでしょ。アボカドですからね。吉祥寺のお店です。さん大丈夫ですか？赤字出てないですか？心配なんでリンクはこちらです。このピュアの世界大会とかでアメリカ行ってる時に美味しいなと思った。はい。何回もそれで思い出補正入ってるね。入ってるかもしれない。これ世界大会出てないから。日本でも飲んでますから。今僕の気持ちとしては10万円払って竹村さんに代われるなら払います。マジ？そんなレベルなの？マジ？ブロッコリーにアイスクリーム乗っけてるようなもんですよイメージ。ああ。いやいやそれは行き過ぎだけど野菜じゃんアボカド。これを。野菜アボカド。果物じゃない。なんかイメージがない。まあ緑だから。いました。お待たせいたしました。あ、ちなみに大丈夫でした。果物です。果物。果実。確認しましたけど果物なんで。緑だな。緑だな。曲がりでバナナマークついてますよ。僕らはね飲んでるんでね。いつもはどうせ普通のアボカドシェイクなんでしょっていう風な振りなんですけど、アボカドシェイクは普通じゃないからね。そう言えないよね。確かに。トモハッピーと前田さん考案したアボカドシェイク。いただきます。お願いします。美味しい。美味しいね。ちょっと美味しい。え、マジですか？うん、全然美味しいわ。うん。アボカドっぽく全然ないね。そうですよね。美味しいですよね。いつもアボカド食べてるあのアボカドじゃない。何に近いかな？ミルクの味が。アボカドと合わさってミルクとアボカドのオーケストラや。ね、本当なんか違うものになってるね。結構あとちょっとひんやりしてますよね。バニラとアボカド以外は？普通の牛乳も入ってます。これ思い出の味なの？僕の思い出の味と違うんですよ。今回の研究で超えてきたんですよ、それを。アメリカのベトナム料理屋のアボカドシェイクが胸に残って、それよりうまいのができちゃった。まずみんなに飲みに来てほしい。これね、嘘じゃなくて本当に美味しくて、この反応リアルですね。結構興奮してます。だって今日これ飲むって言ってたら、ちょっと年内仕事忙しいすいませんって言ってたの。営業時間何時からですか、ここ？平日は17時から夜の24時。24時でお休みは？土日は昼からやってます。休みは今はないんだ。ないです。はい。これでいいんですか？予約とかしてきた方がいいですか？一応できれば予約もできるんですけど、28席あるんで割とプラッと来て、あ、プラッと来て、はい、ちょっとフランチャイズチャンネル見て、なんかアボカドのシェイク飲みたくてとか、はい、カードをしに来ましたみたいな、ぜひぜひもう飲むだけでもマジックやりに来てもいいんですね。Uberでも出してほしいですけどね。Uberでも出しましょう。はい。全然美味しいね。このもう動画が流れる日にはもう出してるようにしときますんで。はい。なんでアボカドはこんなになるの？アボカド入れてる？はい。もうちゃんとあるんです。食感ありますよね。だって確かなんかブロックが入ってきてるから。初め口にさブロックが入ってきてるけど、アボカドいるの？いるのと思ったんだけど、美味しいから全然良かった。おかわりいきます。うん。そうそう。おかわりお願いします。これはもうノンアル。ノンアルです。アルコールトッピングもでも今後開発します。疑ってごめん、一回シャンパンコロコロする。シャンパンコロコロ申し訳ないから。じゃあ行きます。お。おめでとうございます。大当たり。当たり。すごい。さすが。これで令和の空関係者3連続ゾーンアウト。なんと言った。はい、おめでとうございます。すみません、申し訳ない。メレーっぽくお願いします。また出ました。出過ぎ。何回も撮り直してるわけじゃないですからね。ガチで一発目。ありがとうございましたが、僕の1万円なんだけど、すみませんが1万円でこんなのありがとうございます。撮影ということで僕も普段は店では飲まないですけど、一緒にいただきます。おはようございます。いつも飲まないですね。いつも飲まないですね。営業のその届け出的に、スタッフはお客さんでしょ飲まないっていうので、ああそうなんだ。風営法の管轄じゃなくて普通の飲食店でやってますんで。そうです。風営法になっちゃうんですね、それ。そうですそうです。おはようございます。お疲れ様です。アボカドシェイクの発展を祈って。今日僕の動画も出てほしいんですよ、この後。はい、ぜひ。どんな動画でしょうか。僕ね。直営派だったじゃないですか。ちょっとフランチャイズ展開するのありかなっていう風にだんだんなってきて、それをちょっとフランチャイズの方にやっぱり相談をしたいっていうことで、僕の方でも動画お願いします。はい、それフランチャイズチャンネルじゃなくていいの？トモハッピーのチャンネルでいいの？確かに。僕の方でもね、カード屋の経営者としてのストーリーをいろいろ上げてて、でやっぱりそのフランチャイズチャンネルではフランチャイズについていつもこう発信されてるんですが、僕の視聴者的にはフランチャイズあまりよく分かってない人もいるから、どういうメリットデメリットがあるのかなとか、ハレリア合ってるの合ってないのとかをちょっとね、聞いてみたいなということで。じゃあこの後はぜひ皆さん、トモハッピーのチャンネルね、遊びに来ていただいて、お願いします。フランチャイズについても語り合いますんで、あとここのお店の宣伝というか、もうこれはもう通常メニューとして出てるんですか？まだこの動画流れてる時にはもう出してます。出てる。1杯いくらですか？500でよかったですよね。確か500で500で。おお、バナナと一緒？バナナと戦う？バナナと戦う。多分こっちの方が売れる。いや、そうでしょうね。まあでも確かに需要と供給バランスは供給が少ないですからね。アボカドジュースは。結構なんかちらっと来てみんなね飲んで帰るんじゃないかな。全然うちはこのカップ売れたらですね。まあ一応バーで店内だとタイムチャージとかもあるお店なんですけど、テイクアウトでですね使ってもらってますので。ちょっとアボカドだけ飲みたいよって方はぜひテイクアウトとか、あと Uber も始められたら。そうです。はい。疑ってすいませんでした。大変美味しいです。ありがとうございます。よろしい。この後はじゃあトモハッピーがいきなりなんかね、ハレルヤのフランチャイズ展開についてトモハッピーのチャンネルでお話したいと思います。ありがとうございました。